売る？台湾にはどこにでもコンビニがある。しかし台北には特別なコンビニがある。店員さんから「いらっしゃいませ」聞いてない。ちょっとね、あまり大きくもなく今のところ普通ですが、どんな特別なことが。何これ。なるほど、ここが台北の葬儀場内のコンビニか。お葬式の際必要なものが売っているコンビニで、紙のハス、赤い封筒、紙人形、位牌、ハスライト、紙のお金、線香などを売っている。購入者には便利なサービスである。このコンビニは葬儀場にある関係で、葬儀で使う用品を販売しています。葬儀業者、遺族にとっては便利なサービスです。それから台湾ドル、米ドル、中国元に明都銀行と表記されています。各国のお金があるのはとても特別です。それから店員さんが「いらっしゃいませ」と言わないんです。再びお越しいただかないためにもタブーだそうです。さすがびっくり台湾でしょう。これはもう不思議かもしれない。あ、言うの忘れたんじゃなくて、それ言わないっていう決め手、ポリシーっていうか、そういう腹がね。いらっしゃいませっていうのもね、違うのがね、また来たらあれだから。でも台湾の人の、私結構好きなのは台湾の方の「ファインワリン」っていう感じがいいですね。東ウェイホーって感じ。ロボットみたいに「いらっしゃいませ」って言わない。すごいな。場所がね、葬儀場の葬儀場っていうんですかね、の中に一緒にある。なるほど。コンビニとありましたが、日本でもなんか特別なコンビニ行ったことありますか？見つけたことありますか？でも私、コンビニ、不思議なコンビニが知ってるんですけど、三重県の伊勢神宮の近くにある。愛知県近い。そう。あ、写真がある。コンビニなんですね、これ。そうなんですよ。伊勢神宮の近くにあるレトロなファミリーマート。はい。で、これ昭和中期以前の妻入り木造のになってて、でそのままコンビニに改造したんですよ。初めて見ました。その周りの景観を崩さないようにね、そのままを残すために。茶色いんですね。でも私ね、台湾でこういうの見たことありますよ、コンビニで。例えば9分とかで。違う、リーザンっていうところでちょっとこう景観を壊さないような普通のファミマじゃないファミマ見たことあります。台湾にもあるんですね。何色だったんですか？そうなるとごめん、ちょっと覚えてないんだけど、なんか薄い茶色みたいな。なるほど。とりあえずこの山の中にあったので、そんな感じの周りの景観と同じような、ファミマが違うとか思いました。でもここまで周りと隣と同じではなかったんですけど、こういうのも台湾でもあるんだなって感じたことがありましたね。これ遠くから見たら見えないですよね。見えない。近くに行かないとコンビニってわかんない。看板もね、同じ色になっちゃってますからね。そうですね。日本結構ありますよね。京都とか奈良とか。京都は特にうるさいんですよね。そうですよね。なんかマックも茶色いって聞きました。そう、景観を壊すと街並みが壊れちゃうからということで、屋根の色とかね、看板とか全部決まってるって言われてますよね。エミさん、他にもなんか見たことありますか？日本のコンビニで。あと東京の神保町にある卓球のコンビニ、多分全国でもここだけなんじゃないですかね。聞いたことないですね。24時間できるんですね、卓球も。商品が立ち並ぶ奥に卓球台が5台あって、なるほど、レンタルもできるんですよ。だってほら、後ろに時計があるじゃないですか、はい、あれ多分10時50分とか11時ぐらいのなんか夜じゃないですか。そうですね、遅くになっても結構みんな卓球してるんですね。サラリーマンが仕事帰りになんかネクタイ外してやってるって感じですよね。発散してるのかもしれないですね。なんか楽しそう。すごい。貸しラケットってことは何？貸さないんですか？基本持ってくるみたいな。じゃなくてマイラケット？マジで持ってくるんですか？すごい。マイラケットでしょ。持ってってもいいし。すごい。電話予約も受け付けてる。予約も可能なんですよ。なんか私これ行ってみたい。これ面白そうですね。なんか東京の神保町ですか？神保町にあるんですよ。ちょっと調べてみます。行ってみます。もう一つあってアニメのコンビニというのがあります。店員コスプレ？これなんですけど、もう藤子不二雄プロと。ローソンがコラボしてドラえもんたちが並んでる。あ、よく見るとそうなんです。川崎県の神奈川県の川崎市にあって、そう天井も空の絵とキャラクターが。可愛い、これドラえもん好き必見ですね。なんかパン粉もいる。本当だ。これは期間限定とかじゃなくて、ここに行けばいつも見れるんですか？あ、そうですね。そうですって調べてみてください。楽しそう。可愛いですね。上りとかガラスにもキャラクターが描かれてて。これもなんか行ってみたいですね。ぜひ。ですね。なんか限定グッズとか売ってそうな雰囲気ですよね。あります。ここでしか買えないっていう。さあランキングに戻って第6位、特別なコンビニ、いろいろ知りました。台湾の不思議なコンビニ、葬儀場にありました。そして日本ではアニメ仕様とかね、いろいろありましたね。